こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はダイソーの商品だけで燻製を作っていきます。いろんな食材で燻製を作っていきます。まずは鮭、半額で140円でした。めっちゃ安いです。キッチンペーパーで水気を取ります。では本日のダイソー商品ラインナップを紹介します。本日使うのはスモークチップ桜、油切り用の丸網、ステンレスボール20センチを2つ、以上となります。今日は飲みながら料理をしたいと思います。まず酒粕飲み方、コスパ最強のウイスキー甲州、なんと4リットルで3000円くらいなんです。僕の場合毎日ハイボールで飲んでも3週間くらい持ちます。逆に炭酸水代の方がかかるくらいです。次に QBB チーズ、いろんな種類があるのでお好みで、僕はモッツァレラを選びました。細く切っても切らなくてもいいです。ダイソーのボールと丸網がシンデレラフィットしています。その上に材料を乗せていきましょう。燻製チップも入れましょう。だいたい1回で3分の1くらい使いました。次は紅茶カモスモークです。もらい物が冷凍庫にあったので解凍してこれも燻製します。すでに燻製されてますが気にしないでください。これはもうこのまま食べても美味しそうですね。次にたくあん、それぞれの食材を乗せました。それでは燻製していきましょう。もう一つのボウルで蓋をして、煙を逃がさないように上から水を入れた鍋を置き、すぐにチップから煙が出るので弱火で30分燻製します。1段目の間に次の具材を準備します。牡蠣に火を入れます。表面がこんがりとなるまで炒めます。冷凍庫にあったニンニクも入れてみました。こんがりとなった牡蠣、この状態ですでに美味しそうです。この映像だけでご飯一杯は食べれますね。中がどうなってるのか気になります。2杯目いっちゃいましょう。コスパがいいのでガブガブ飲んでしまいます。30分経ったので火を止めて20分待ちます。20分経ちました。蓋を開けると完成。でもよく見るとびちゃびちゃに濡れてますね。食材の水分で濡れてました。食べてみるとタバコのヤニのような味がしました。その後に燻製の味がする感じです。チップも濡れて、これも焦げ臭い原因でしょうか。とりあえずキッチンペーパーで水気を取りました。次は鮭を燻製します。すぐに煙が出てきます。
若干隙間を開けて蓋をしてみます。さっきと同じく30分燻製し、20分待ってみました。燻製ってまたびちょびちょ。色はいい感じですが食べるのが怖い。次は牡蠣とついでにニンニクも。どうやったら水気を回避できるんでしょう。タオルを置いてみました。これで次は20分燻製、10分待ってみました。はい、燻製。ちょっとはマシになったんですが、まだ水気がある気がします。はい、ということで今回の燻製も大成功とは言えない結果になりました。ただ今回の燻製で気づいたこと、次回の注意点や発見があったので伝えたいと思います。 1. 燻製の時間を短く、待ち時間をなくす。 2. アルミホイルやキッチンペーパーで燻製チップや食材を濡らさないようにする。次に燻製をするときはこの2点に気をつけてみます。ちなみに今回作った燻製ですが、冷蔵庫で2、3日置いておくと嫌に臭さが抜けていました。今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまた。